基礎計算、誤答が多い指則計算、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。解説をします。最初と最後の割り算が0となり、残った1が答えとする誤答があるようです。最初の 0÷5 は0になりますが、最後の 2÷0 が解なしなので、その時点で式全体は解なしが正解です。例えば6÷2の答えは上の四角に入る数と同じで3となります。0÷5の答えは上の丸に入る数であり0となります。2÷0の答えは上の三角に入る数ですが、0に何かをかけて2になる数はありません。よって0で割ることはできず解なしとなり、その時点で式全体も巻き添えを食い、計算することはできません。おまけ問題です。次の数列はある規則に従って並んでいます。四角に入る数字は何でしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。